皆さんこんにちは、キリアです。イース9続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回こちらの監獄に来たんですが、ここにこれは一体何なのか、古代衆のようにも見えるんだけど、8の時にいた。ただそんなわけはないですよね。古代衆がいるわけがないんですけれども、ちょっとこの謎が解けるのかどうか、この先へ進んでいってみましょうか。何かあったのでしょうか。随分と騒がしいようですが。何か聞こえましたね、今。うわ、ん、これ尋問官じゃないか。ありえぬ、ありえぬ。今の人はさっきの。俺たちを見ても素通りとは、見事な慌てっぷりだな。何がありやがった。退避、退避。退避、逃げるの。え、何が、何から。あんなバカ力だなんて聞いてねえぞ。くれぐれも監視どもに気づかれないよう注意しろ。お前たちは怪人。はい、そうです。急げ、とにかくあとは団長の指示を仰ぐしかない。何が起こってる。嫌な予感しかしないわね。そうですね、いや、面白そうじゃねえか。よし、では行ってみましょうか。ここにセーブポイントがあって、ここ、いや、これ本当に古代種でしょ。マジで、なんで、何なんだこいつは。この凄まじい雄たけび。アドル君、闘技場で聞いた鳴き声の主に間違いないわ。これは思った以上に凶暴そうですね。面白い。そしたらこれ戦っていきますか。どうもなる不当の古代種アバロドゲ。読んでる途中。これ確か頭が弱点だったような。そうでもないのか。今回は いいね、そそるじゃねえか。こいつは格が違うぜ。何よこいつ、尋常じゃない硬さだわ。ですがよく見てください、弱点があるはずです。狙いすまして一撃ですね。あ、待てよ。これでザ・サードアイでどっか見え、弱点が見えたりとか思ったけど全然ないな。さあ、これでフラッシュガードを使いつつ、よし。さあ、これでどんどん攻めて、うっ、どっかいた、うっ、上か、攻めていきましょう。硬いな、まだ全然入ってないぞ。うん、なんだ。うおー怖っ。おーおー、派手でいいじゃねえか。な、何これ、何これ。自身の炎に飲み込まれているのでしょうか。こんなことって。これ体全体がもう炎になってるのか。うーっぶ、すんごい戦いづらいな。ただもうすぐ、もうすぐ倒す。あ、痛い。これでよし。はあ、倒
したんでしょうか。なんて獰猛でしぶとい獣なのかしら。はい、グリムワルドの魔物たちすらしのぐ強さでした。ま、確かになかなかの手応えだが。ただこれで倒せるのか。うん、このアドルたちの武器って消えた。おい、消えちまったぜ。見たことねえ獣だったが、アドル、冒険家の意見はどうなんだ。古代種ですね。あれは古代種の一種だ。古代種だと？どっかで聞いたことあんな。確か大昔の地上を支配した巨大な爬虫類とかなんとか。はい、はい、少し前に話題になったのは覚えてます。話題になった。今はガルマンで盛んに研究されてるそうですけど。ガルマンは落者がいるとこですね。でもすでに絶滅したはずの獣だと聞いてます。そうなんですよ。どうしてそんなものが監獄に。ああ、そりゃ誰かが連れてきてぶち込んだからだろう。ここを管理しているのは聖国騎士団のようでしたが。ああ、上の連中は一体何を企んでるのやら。あの、私たちもしかして見ちゃいけないものを見てしまったんじゃ。何を今更。手間をかけたようだ、怪人の諸君。うわ、これはシャトラール。てめえはシャトラール。高代、戦う気か。その判断は20点だな。今しがた古代種の相手をしたばかりなのだろう。おいおい、白を切るつもりもないとはな。古代種とやらはやっぱあんたたちの仕業ってわけか。君たちには今更隠す意味もあるまい。それに赤の王、君ならいずれたどり着くと思ったよ。え、なんで。どっちも聞きたい。なぜ古代種がここにいる。自分で確かめるといい。それも君の本分なのだろ。もっともここにはこれ以上の情報はないと思うがね。この人もしかしてアドルさんの正体を。シャトラール団長、あなたは闘技場の事件は知ってるんですか。一通りの報告は受けているよ。じゃああの事故の原因がここの古代種だってことは。被害に遭われた方たちに申し訳ないとは思っている。やっぱり知ってたんだ。何が、何が聖国騎士団よ。ユファさん、バレドゥークのみんなは聖国騎士団を信じてる。騎士団はみんなの日常を守ってくれてると思ってるのに、あんなものを監獄に隠して一体何を考えているの。猛牛だったか。君たちは自らの力で知るべきだ。これから起きること、そして自分たちの正体に関してもね。ん、自分たちの正体に関しても。このシャトラールは何か怪人について知ってるのか。アプリリスとも何か関係があったりする。私たちの正体どういうことでしょう。てめえ、俺たちの何を知ってやがる。洗いざらい吐いてもらうぜ。真実は自分で見極めるしかない。ああ、私の話で君たちが納得できるほどことは単純ではないのだ。自らの手で真実を知って初めて意義ある選択ができるだろう。そしてその時、我々の行為が単なる裏切りではないと知るはずだ。一体何を言ってるの。そんな話をしたいわけじゃ。話が抽象的すぎて。皆さん、警鐘が。アドルさん、人の気配が多数接近してます。君たちを見かけた騎士たちが通報したのだろう。ここは騎士団の管轄区域だが、緊急ならばロムン兵も駆けつける。さあ、今のうちに行きたまえ。ああ、何言ってやがる。てめえを前に引くわけねえだろ。私は逃げも隠れもしないよ、タカ。いや、
フレド・アイブリンガー団員。食えねえな、団長さんよ。そもそも包囲されてしまえば決闘どころではありません。行くぞ。その後、騒ぎの元となった古代史の雄たけびは聞こえなくなり、休止されていた闘技場の催し物も通常通りに開催されることになった。エルやフェリックスの怪我も順調に回復し、すべては元通りに思えたが、監獄での出来事は怪人たちにとって多くの謎を残すこととなった。聖国騎士団のシャトラールは監獄で何を行おうとしているのか、彼自身は怪人たちとはどんな関わりがあるのか、ようやく得た手がかりは呼び水のように新たな謎を呼び起こすのだった。はあ。なあ、以前から気になってることがあるんだ。そして囚人アドル。気になってること？この塔の独房ってどういうやつに使ってるんだ？ほら、ここの囚人は下のトックとも扱いが違うし、逃亡を防ぐ仕掛けも他の場所よりやたらと厳重だし。上の連中が決めたことだから俺にはよくわからねえが、普通に考えりゃ習慣してることを外に知られたくない囚人だろ。習慣してることを外に知られたくない？どういうことだよ。やっぱり凶悪犯ってことか？単に凶悪犯だったらそれを外に知られても知られなくても別に。どういうことだ？あの赤毛の囚人はそんな風には見えないけど、だってうちの子が生まれたのを祝ってくれたぜ。凶悪犯とは限らないだろう。昔鉄仮面をかぶった囚人を収監したことがあるらしいんだが。鉄仮面？これセルセタとは関係ないか。その正体は後継者争いに敗れた王族だったなんて噂もあるからな。ん？鉄仮面？あれ？あのなんだっけ、あのメイド服着たあの人とは関係、あれ？ん？その人とも関係はないのか？え？ああ見えてあの赤毛だってどんな過去があることやら。じゃあ意外に有名人だったりするのかな。今だったら身分ある囚人は下のトックに入れるんじゃないか。さあ無駄口ばかり叩いてないで巡回を続けるぞ。マリウスと会う約束をしている。彼は今日もあの礼拝堂にいるだろうか。あのトックにいた変わり者の人ですね。で、これ、アドルが捕まっていることを知られたくない？知られたくないのは、これアドルが二人いることと何か関係してるのかな？これアドルですもんね。ルーのことも知っていたし。で、そしたらあの脱走してきたアドルは何？あのアドルも、あのアドルって尋問されたアドルと一緒か？尋問されたアドルは、もう普通に今までの冒険のことも喋って話していたし、どっちが本物のアドルだ？いやでも最初のこのオープニングのところでどちらも現実とかそんなことを言ってましたよね。なんか現実のような夢があってうんたらかんたらと言っていたけど、最終的にどちらも現実だという話になっていたけど、んでもし外に捕まっていることを知られてはいけない人が捕まっている、ここに入れられているとしたら、アドルが二人いるということを知られてはいけないからここに捉えているのか。で、それが怪人と関係してるのかな。一番最初にアプリリスにあの銃で撃たれた時、マダンで撃たれた時はもう普通にアドルでしたもんね。あそこで撃たれて二つに分裂してで片方が怪人になって、もう片方がここで捕まってる。そうなると他の怪人たちも同じようにここにいるのか。もう一人ずつそんなことがあるのか。で、あともう一つ気になってるのが、一番最初ここを脱走して土器に会った時に、土器がなんか変なリアクションしたんですよね。あれ、お前まあ、いっかみたいな感じで。まさかと思い声をかけたんだが、
やっぱりアドルだったか。脱獄したと聞いて探し回ったぜ。いやこれも本当いろいろありました。そりゃいろいろあっただろうな。後でゆっくり話を聞かせてくれ。ドギも一緒に戦隊やりましょう。あれ、うん、あ、なんか飛ばしちゃった、しまった。あれお前さん、なんだ、気のせいだったみたいだ。ん、とにかく脱獄犯になっちまった以上。あれがなんかずっと引っかかってるんですけど、あれってこっちのアドルが本物で、外に行った怪人のアドルが偽物。偽物、偽物。いやいや、え、いやでもどっちも現実、どっちも本物だとしたら、だとしたらなんだ、わからん。とにかく進むしかないか。さあではここの礼拝堂で。お、マリウスいましたね。うん、約束通り来たよ。そうそう、早速だけど通行証の話は覚えてるかい。君がこのドック周辺で行動するなら必ず必要になると思うよ。はい、通行証さえ持っていれば看守に怪しまれることもないしね。どうすればいい。手こずるかもしれないけど方法はあるみたいだ。このドックには交換屋をやっている囚人がいてね。交換屋、どうやら彼の力を借りる他に方法はないみたいだ。信用はまあしましょう。囚人にもいろんな人間がいるな。もちろん合法的な存在じゃない。どうやら看守に賄賂を渡すことで黙認されているみたいだね。はあ、彼はまず交換を希望する本人としか取引を進めない。だからアドル自身がサロンにいる彼を探し出す必要がある。それらしき人物を見つけたら彼からの合言葉を待つんだ。どうして待つんだ。彼はなかなか慎重な人間でね、自分が選んだものとしか取引に応じないんだ。砂糖とジャム、紅茶に入れるならどっちだ。そう聞かれたらブランデーって答えるんだ。ほう、それが取引開始の合図になる。取引が始まったらあとはアドル次第ってことになるな。はあ、わかった、行ってみるよ。はい、トックは雑居房や刑務を行う鉱山とかいろいろな場所につながっている。通行証があった方が君にとってもいろいろ便利だと思うよ。ほう、そこからいろんなところに行けるんだ。はい、さあではその交換屋を待つことにしましょうか。さあ、ここトックのサロンにやってきましたが、ここで話しかけられるのを待つと言っていたけど、まあ別に単に待っていただけじゃ話は進まないと思うけど、どうするんだろう。おっと、この人、ふてぶてしい男。男は寝踏みするような目つきでアドルを一別したが沈黙したままだ。ん？左のマップのところにこっちにイベントマークがあるけど、おっと、おい、あんた、ちょっと待ちな。砂糖とジャム、紅茶に入れるならどっちだ。これはブランデーですけど、間違えたらどうなるんだろう。間違えた選択肢を押したらどうなるのか見てみたいけど、まあここは普通にブランデーと答えましょうか。なるほど、聞いた通り妙な風格がある野郎だぜ。気な、話くらいは聞いてやる。お？この人が取引人。俺は交換屋のブラッシーと呼ばれている。あ、交換屋か。あんたは自己紹介する必要なんてねえぜ。俺にとっちゃ相手の身元なんて大した価値はねえ。大事なのは取引に値する品物を持っているかどうかだ。俺との取引は物々交換が鉄則だからな。まずはあんたに問おう。一体何を探しているんだ。通行証です。ここで一番必要なもの？まあいっか。通行証が欲しい。お、声を抑えろ。自分が何言ってるか分かってんだろうな。いろんな奴がいるし、なぜそれが必要なのかは聞かねえ。
だが通行証はここじゃ身分証明書みたいなもんだ。あ、そうか、持っていないのがおかしいのか、ここにいるのに。当然出回る数は極端に少ねえ。あんた、その価値に見合う品物を出せるのかい？普通なら監獄に持ち込めないほど価値のある物が必要になるぜ。監獄に持ち込めないほど価値のあるもの、今も何か持ってるかな？剣とか？あ、出世払い。出世払いということでどうだ？話にならねえな。物々交換が鉄則だと言っただろうが。交換に見合う品物がないなら作ってくるんだな。作る？どうすればいい？それをこの人に聞いてもしょうがないけど、チッター自分の頭をひねって考えるなら、今あんたが持っていそうなものといったら情報だろ。このトックには情報を価値に変えるやつもいる。そいつを探し出してなんとか相談してみるんだな。はあ、なるほど。このアドルが持っている情報を何かと交換してくるわけか。よし、そしたらいろんな人のところ行ってみましょうか。お、もしそこのお前さん、何か探し物でもしておるのか。最近礼拝堂に出入りしておる赤毛の新入りがいるとは聞いたが。私のことですね。もしかして情報屋ですか。ほう、情報屋。わしはここじゃ情報屋の豪士と呼ばれておる。ほう、お前さんは今ちょいと難儀しておるんじゃないか。そしてわしはお前さんの欲しいものと釣り合う物を持っておる。そしたらこの人に情報を。信用できない。するしかないんだよな。何が望みですか。情報屋が求めるのは当然情報。お前さんしか知り得ないような情報を出せば対価として物を渡そう。アドルしか知り得ない情報。塔の構造、尋問官の情報、盗賊団について知っていること。盗賊団？盗賊団ってこのアドル知ってる？尋問官の情報じゃないかな。昔奇跡調査官だっけと呼ばれていたということは知ってますけど、尋問官の情報ならどうですか。それはもしかしてあの高慢ちきな女尋問官か。そうです、それは一部の囚人には需要がありそうじゃが、何かファンがついてるのか。よかろう、その情報この豪主が買わせてもらう。おお。そしたらこれで名はイングリド、ロム本国の匿名できとるわけか。なるほどなるほど、これは有用な情報じゃわい。じゃがこの情報、果たして信用していいものかの。こっちも立ち話で聞いただけですからね。ガセであればわしの情報屋としての信用はガタ落ち。お前さん、この情報が正確かどうかどう保証するつもりじゃ。保証なんてしようがない。信用してもらうしかない。うちも同じようなこと言ってるけど、信用してもらうしかないな。今日出会ったばかりのお前さんをどう信用するのじゃ。これでは対価は払えぬな。お、その人の言ってることは僕が保証するよ。これは、やっぱり。それでなんとかならないかい。このマリウス、じゃがお前さんとてこの赤毛に会って間もないのじゃろう。なぜそこまで肩を持つ。知ってると思うがわしらにも流儀があっての。あなたなら相手の言うことが嘘かどうかすぐ見抜けるでしょう。情報の真偽が見抜けない情報屋なんてそれこそ信用できないもんね。ほうほうほう。そこの赤毛の言うことが嘘ではないことくらい分かっとる。おお。これはかなりやりますね。分かった、お前さんがそこまで言うからには間違いもあるまい。赤毛、情報の対価じゃ。持っていくがいい。お、これで小さな箱。説明するとそいつはブリタイさんの葉巻タバコじゃ。ほう。よし、そしたらこれで騙されるところだった。まあいい関係を
持っておきたいので、すまないねにしておきましょう。さあ、ではこれで、うん、助かりましたね。意外と時間かかってるから、ちょっと様子を見に来たんだ。はい、ありがとうございます。でも逆に余計なことしちゃったかな。どうなんすかね、アドル一人で切り抜けられたのか今のは。ありがとう、助かったよ。ただ君だったら自分で何とかした気もするんだよね。ほう、とにかくこれでやっと通行証が手に入るはずさ。通行証を受け取ったら本格的に行動を開始しよう。はい、そしたらさっきの、さあこの人のところへ。はい、葉巻タバコが手に入りました。よし、これでなんとかなるか。お眼鏡にかなったようだね。ああ、とある貴族の囚人が以前から欲しがってたな。こいつなら何の文句もねえ。これを持っていくがいい。よし、これで通行証を手に入れた。ところであんた、最近この監獄の囚人が姿を消してるって話を知ってるか。姿を消してる、脱獄したんじゃなくて姿を消してる。うん、もしかして脱獄かい。姿を消したやつは何人もいる。そう簡単に脱獄できる場所じゃないのは知ってるだろう。姿を消すっていうと、さっきの古代衆も姿を最後に消してましたけど、あれと関係してるのか。鷹が最後あれで消えた後に消えちまったみたいなこと言ってたし、それと関係してるのか。あんた、禁区って場所に心当たりはないか。禁区どっかで聞いたっけな。初めて聞くか、何にしておきましょう。最近噂でよく聞くんだが、ロムンや騎士団関係者でも一部しか出入りできない場所があるらしい。いなくなった奴らはそこへ連れて行かれたなんて話もあってな。まあ妙な噂は以前から尽きないが、お互い気をつけるとしようぜ。それと、もし欲しい物があればまた相談に乗るぜ。はい、ありがとうございます。禁区に連れて行かれたというだけなら、あの古代種が消えたのとは関係ないか。さあ、そしたらまたこちらマリウスのところへ。はい、通行証を手に入れてきました。ああ、君のおかげだ。それより通行証があればここでの行動範囲が広がるはずだ。冒険家のアドル君はこの後どうするつもりだい。まずは状況を把握する。ここから脱獄まずは情報把握でしょう。はい、前にも話した通り、この監獄はいろいろと謎が多い。具体的な行動を起こす前に、とにかく情報を集めるべきだと思う。そこでしばらくは別行動で手分けして情報を集めてみないか。それは構わない。二人で行動してたら目立つしね。はい、それと単独行動の方が君も動きやすいんじゃないかな。はい、そしたらこれで行きましょうか。二人別々に情報を集めていく。さあ、情報を集めると言っても、下のマップでこっちにびっくりマークついてるから、こういくか。今までここに近づいてると通行証がないので、近づくな、近づかない方がいいという話があったんですが、これで先に進めるようになる。よし、んで、こっち側はここで外には行けない。こっちか、ここで下に降りられる。ここは？お？てめえはあの時の赤毛、あ、これ脱獄した時のあのパークスさんに突っかかっていた人か。はてな、え？見知らぬ囚人が詰め寄ってくる。ん？あの時からもうすでに別れていたの？あれってマダン受ける前ですよね。あの一番最初にパークスさんに因縁つけていた囚人ですけど、その時アドルは一緒にいたんですが、その時からもうすでにアドルは別二人に別れていた。
何をポカンとしてやがる。忘れたとは。しかもなんで出歩いてんだよ。うん、はい。これは一体。そちらのお前、特別な許可を得ているのだろうな。はい、通行証を持ってます。アドルは通行証を提示した。嘘だろう、どうなってんだよ。それはこっちも言いたい。これはどういうことだ。あのおっさんも怪人が脱獄化させたっつうし、何がどうなってんだよ。このあのおっさんというのはパークスのことか。パークスはか、そうですね、赤の王たちで脱獄させましたけど。いつからこのアドルとあのアドルは別々、元から別々だったのか。マダンに撃たれて別々になったわけではない。なんで二人いるんだアドル。ここはん、中央の塔を抜けたようだ。お、あ、これはあれはなんだっけ、ベルガー監獄長。あそこに見えるのは刑務作業に向かう一般の囚人たちだろうか。バルドゥークに到着した時に見かけた男だ。確か監獄長と呼ばれていたが、あの様子では何か問題が起きたのかもしれない。後をつけていけば脱獄につながる情報が手に入るだろうか。これは監獄長の後を追っていくのか。あ、ここから降りられる。よし、そしたら今回は一旦ここで終わりにしましょうか。ちょっとよ、かなり謎が深まってきましたが、次回何かしら新たな情報を得ることができるかどうか、この先もやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。